ビジネスマンがこれからを生き残るためにはって本読んでるとかやばいんですよ。意味が全くない。意味が全くない。勉強っていうのは意味はあるんですか？人によって世界の見え方はだいぶ違うはずなので、その最適化はだいぶ機会ができそうな気がする。そうすると今の近代的な教育って、まあ、軍隊教育みたいなもんでみんなが同じことを学ぶみたいな、近代国家を成立させるために教育が必要だったって裏返しだからね、あれ、ね、それも真逆に裏返しにしなきゃいけないんですよ。でも裏返しするとだから国家が成立しなくなっちゃうから。それになった時どうなるんですか？戦争するんじゃない？戦争ぐらいしかやることがないとも言えるかもしれないけど、戦争が最後に日本に人間に残された、人間性の一つだから。そうだね、大恋愛時代も来るんですね、はい、浮気とか不倫とか言ってる場合じゃなくなる。やることがそれしかない週刊文春とか言ってたらしょうがないと、うん、しょうがない。デジタルネイチャーの時代に、なんか人類って何だったっけみたいなところなんじゃない？だけど人間、日本人ほらあのロボットと相性がいい国民だから、これ AR ゴーグル、これでさ、こうやって見るとさ、一応浮いてるでしょ、画面が。あ、浮いてる浮いてる浮いてるね。おーおーおー、デジタルネイチャーの進化の話と、落合さん前もね、Web3 の話されてましたけど、Web3 の話とってどういう風な組み合わせで考えてるんですか？Web3 別にどうでもいいんじゃないですか。もうどうでもいいんだ、あれは。Web3 だから、まあ別にこの資本主義がとか、なんかでかい主語で言うけど、あのテクノロジーでしか世の中変わらないので、Web3 って本質的にはテクノロジーはブロックチェーンの話なんで、大体。ブロックチェーン自体は結構昔からあるから、じゃあ断然こっちの方がでかい話ってことですね。 AI の方が 今はやばいですね。ブロックチェーンは別になんかイーサーのほらあのプルーフオブステーク以降が行ったらエネルギー効率が良くなるって話ぐらいじゃない、だから承認系の問題なんで、だって人が 何を信用するかより、知的に何が進化するかの方がインパクトでかくないですか、だって本質的にはブロックチェーンって信用と信頼の話でしか過ぎないから、信用と信頼よりも知的生産や知的、解決の方が、あの問題はなんだろう、クリティカルですよね。そうですよね、その上で、もう主語として日本とかってこと自体がもう古いのかもしれないですけど、なんかもうどうだか悪口どうでもいいよね。いやいや、もうこれね全然無視してもらっていいんですけど、本書いたからさ、大体本書いてあれば読んであるじゃん、老いとかなんとかとかなんとか。そうですね、今後本も勝手に書いてくれるのかもしれないですね。そう、あのだからこれイメージしやすくて、僕が6秒で本書くじゃないですか、で渡すじゃないですか、それでその本読むかっていうと、なんか多分僕と同じぐらい忙しい人は僕に直接聞きたくなると思うんだよね。確かにね。あと落合さんがいろんなところで話してる話とか論文とかを勝手にまとめてくれて編集してくれて本になるのかもしれない。なるってことね。余裕です。いや分かった、動画入れるときは本になるよ多分。そうですよね、間違いなくなるよ。ちなみに、うん、今さっきのプロンプト、あの、開業した分だけ動画にしてくれるから、あーそっか、じゃあ動画を自動的に本化する。そうそう、それになんか、あの音楽も勝手につけてくれるし、さっきみたいに、であとそれになんか動画ぶち込めば適当にイメージにしてくれるし、手書きアニメにもしてくれるし、まあなんかやってくれますよ、このデジタルネイチャーの新しい時代を前提とした上で、個人はどういうところに気をつけるべきなんですか？感じよくいけばいいんじゃないですか。コミュニケーション力ってことですか、結局よく言われる禅の坊さんみたいな感じになればいいんじゃないでしょうか。悟りを開くと、衣食住を自分でなんとかなるみたいな感じが、昔の村みたいな感じですね、っていう感じに近づいていってるんですけど、僕は日々、なんか猫育てたりとかして、なんだけどなんか人類はなんか意外とそっちに行かないなって思ってます毎日。なんででしょう。まだなんかこの実存の問題を突破するところまであんまり気づいてないからじゃないでしょうか。他にあります？感じを良くする、筋肉を鍛える。あ、そうか、肉体の重要性が上がるんだ。筋肉を鍛える、だから僕も睡眠を見直したりしますからね。あ、僕もやっぱりウェルビーイングにしようって言って、でも20分しか変わらなかったから20分だったら寝てもいいなと思って。単純な結論として、昔の人間のようによく寝る、よく食う、よく体を動かす。そうか、そこに戻るんだ。好きな本を読んで好きなものをやると、なんかもうなんかビジネスマンがこれからを生き残るためにはって本読んでるとかやばいんですよ。意味が全くない。意味が全くない。あ、ビジネス書なんて死んじまえみたいなのになってますからね。じゃあ勉強っていうのは意味はあるんですか？まあ知っとくといいことはいっぱいあるんじゃないですか。ただ人によって違うんですよね、多分勉強すべきことは多分。もっとニューロダイバーシティに寄り添った方がいいと思いますけど。どういう意味？つまりあの自分、その人がどういう神経系で考えてるか。あ、その人に向いた学びとか。そう、人によって世界の見え方はだいぶ違うはずなので、でもその最適化はだいぶ機会ができそうな気がする今の感じだと。つまりなんか試しに1800字ぐらい作文書いてもらったら、まあ、あとはそれでなんとかなると思うんだよな。その人は何に向いてるとか何を勉強したらいいとかって分かって、それに突き進んでいって、そういう形で個性が生まれるみたいな。そう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 、個性生まれるか分かんないけど
そっか。ただ PHR もほら取るようになるじゃない、パーソナルヘルスレコードとさ、うんうん、あのであれマイナンバーって紐づくじゃん、多分、うん、そしたらだって小学校6年生ぐらいまでの結果が全部バーってやると大体何になるかよく分かるんじゃない、うん、それ100万人単位で統計取ったらそれは分かるよね。ああ確かに、ね、なんかアクシデンタルなことが起こんない限りこっちとかが決まってくると思う、うん、そうすると今の近代的な教育って、まあ、軍隊教育みたいなもんでみんな同じこと学ぶみたいなのが、うん、まあ、近代国家を成立させるために教育が必要だったって裏返しだからね、あれね、それも真逆に裏返しにしなきゃいけないんですよ。でも裏返しするとだから国家が成立しなくなっちゃうから、そこも気になって、どうなるんですか、そうしたら相当の共同体が薄れていくわけですか、うん、薄れていく薄れていく確実に多分。それになった時どうなるんですか、みんな。分かんないけど戦争するんじゃない。戦争、教育しなくても戦争すればさ、なんか、うん、あの国家間はあの戻るよ、多分国家になるよ。国家を教育によって成り立たせるか、宗教によって成り立たせるか、戦争によって成り立たせるかで、うん、前二つが厳しいじゃない、うん、だからさ、したら本当なんか歴史が戻っちゃう感じですね。リアリティはあるんだよ戦争に。だから国家っていうのを意識づけるにはね、だって警察権力が何かむちゃくちゃなことをして、うん、なんか人を縛りつけるか戦争をするかで、むちゃくちゃなことをして縛りつけるなんて、だって警察も人間だしさ、うん、みんな社会良くしたいから別にしたくないじゃない。でも戦争って不可避に起きるから、ね、あーそっか、国家意識が薄れるからこそ国家意識をより統合させるものを強制的になんか作ろうとする人たちが出てくるってこと。出てくる怖いな。怖いよね。あって思いますよ。だって明らかにこの感じだと国家とか個人の実存の問題を突破されちゃうし、うん、教育の問題も突破されちゃうと、教育が突破されると国家感が薄れるのは間違いないんで、うん、無理に国家意識を維持しようとする勢力と、うん、もう一つその国家を彫刻していった人たちはどういう形で貴族意識を持ったりつるむんですか。でも普通にインターネットコミュニティ DAO とか言ってる人じゃないの。それでメタバースだどうだった、メタバースだブロックチェーンだって言ってるけど、あそのコミュニティって成り立つんですか、まあ、持続的に。人口の数パーセントは成り立つんじゃないですかね。あ 90% とか移行できるわけないと思いますけど、そしたら9割以上の世界は、うん、なんかいろんな煽りとか、うん、宗教とか、うん、のなんか残りをもろに食らうと思いますけどね。めちゃくちゃ不安定な時代ですね、うん、だからほら不安定じゃん。したトランプみたいな人がもうずっとめっちゃ出てくる、めっちゃ出てくる、毎回出てくる、毎回出てくるか。民主主義のつきものだからね。した怪しい宗教とかもいっぱい出てくる、怪しい宗教もいっぱい出てくるし、うん、なんかもうなんか減税だとか言ってるとか MMT だとか言って、あなんか何か突っ込みますよパーって。その意味じゃなんか近代国家の時代って安定した時代でもありましたね、はい、まあ、情報の速度が遅かったからね。情報の速度が速すぎるとなんか自然は理解できないので魔術が増えるんですよ、うん、魔法の世紀って本がありました読みました。デジタルネイチャーの前の本はシンプルで、うん、あのこんだけコンピューターがわけわからないほど進化すると、うん、実は科学は科学で解き明かせないものばかりになってくるから、うん、我々の身の回りにブラックボックスが増えまくって、うん、結局ブラックボックスは理由はわからないけど結果が使えるようになるっていう、うんうん、全てフェイクになってしまう。フェイクと現実の区別がつかないというのが魔法の世紀だけど、魔法の世紀です。そうか。とするとなんかまじない師がいっぱい出てきて、はあはあみたいな、ちょっとここでワクチン撲滅を祈れば明日から健康になれるとか言い出すんですよ。だから陰謀論が増えたりするのは必然なんですね。だって理由が分かんないからね。メッセンジャー RNA ワクチンの基準について説明するには PhD ぐらいあった方がいいですよね。だってあ陰謀論にはまったお年寄り救うの大変ですよどうそうですよね、うん、永遠に読んで見てるから陰謀論。しかも高齢化でそういう人が多いわけじゃないですか、うん、YouTube ばっか見てる人とかも多いわけじゃないですか、うん、すげえショック受けちゃってたわけで。いや俺ショックでもなんでもないんだけど、うん、普通に未来館展示しててさ、うん、でなんか隣でなんか研修会やってるの、中小企業のセミナーみたいなやってたのでなんかお茶いいうち生で見ちゃったとかってなんかキャピキャピしたアイコンでキャピキャピした人がいて、うん、でも俺あのおじちゃんしか会ってないなと思って、うん、いや普通に50代中盤の人がなんかあのこ見た目は親父だけど心は若いみたいなことが書いてあったツイッターアカウントでずっと陰謀論垂れ流してると死にたくなるよね、うん、そうね、うん、しかも昔はマスメディアの時代だったんで一応ね確率的だったんですけど情報って統合されてたじゃないですか、うん、それが SNS で分散されてその分散化がもっと進むわけですよね。分散化進むしあと、うん、まあ知的な人たちはだってこんな風に毎日が楽しくてしょうがないじゃん。だっていろいろ作れるし、うん、なんかいろんなことができるようにどんどんなっていくんだよ。そうだよね、うん、日々幸せですよね。だって情報の格差、知恵の格差とかめちゃくちゃ僕絵描くの得意なんですよ実は、うん、だけど描く時間がないんですよ。うんあのつまりスケッチとか書くのに1時間とかかかったら書きたくないじゃないですか、うんうんうん、だけど5秒で作れればあだから写真撮る方が多いんですけど僕は、うんうんうん、あの絵は昔から習ってるからそこそこは描けるんだけどだけどだからあのね時間がなくなってったのに対して技術が進化してって俺のない時間にフィットしてきたみたいな、うんうん、やったー来たぜーってなってる、うんうんうん、企画書を俺書く時間ないけどあいや AI に全部作らせればいいじゃんってああ
ラッキーみたいな。貧困ってのはあんまりないんですかね。いや貧困は解消する方向に多分ね進まざるを得ないから、うん、だって最後の最後はねあれが必要、エッセンシャルワーカーが必要だから、はい、エッセンシャルワーカーのとあれは結構 手広いと思いますけど、日本はね、そっかそっか、日本ほらあの別にそこで宗教に戻るか、うん、なんかあのカオスに戻るかってしなくても多分成り立つ倫理があるから、そっか、アミニズムみたいな、またあそうアミニズムとかあの民芸もそうでした、うん、あの集団の中に道徳と規範が息づいているものとかがあるわけじゃないですか、うんうんうん、あれはね結構よく働くと思いますよ、社会にとっては。そっかそっか、それ以外の国にとってはマジで良くないと思いますよね、うん、無理やりキリスト教とかの力で縛った概念がすっ飛んじゃったらさ、うん、なんかもう片や進化論を教えてないのに片やだってシンギュラリティしてるみたいな世界になるんだよ、うん、US とかもう話通じないですよね。そうか、うん、日本としてはどういう方向に進んでいくとみんな幸せに平和になれる可能性が高まるんですか。チャイナとアメリカのと台湾の間をとロシアの間をもうあのいやいやっていうぐらいしかないんじゃないの今。そこをうまくそれ持つ、うんうん、いや戦争しない方がいいよっていうぐらいしかもうないよねこの場所だと。けど始まる可能性もあるわけじゃないですか。いや台湾有事はちょっと本当危ないですね、はい、けどアメリカと組めばいいって単純な話じゃないですもんね。ないですね、うん、アメリカと組んで台湾とどういう関係性を維持できるのかと。台湾止まったら半導体供給マジ止まるからね、本当良くない、ね、日本はそういう位置で、けどまあ位置としては確かにね一番危ない場所にいる、地政学的には、ね、うん、怖い勢力がいっぱいいるとこだもんな。そうそうそう、だけどまあ、 あの、うん、この実存的な問題には、うん、あの大丈夫だと思うんですよ日本って。あそうですか、うん、だって別になんか何がなくても生きていけるじゃん人間って日本人って、うんうん、別に明日からこの世界の倫理が全部壊れたとしても生きていると思うんですよ日本人は。あ何かによって規範で動いてないからね、まあ、そもそもアミニズムみたいなものがね、別に来世にも期待してないし現世的なくせに、うん、なんか特に規範もなんか適当に生きてるから大丈夫大丈夫だろう。あしたら日本人には相性のいい時代ってことなんですか。まあいいと思いますよすごく。あ、うん、相性すごくいいと思いますけど。そうか、相性いい相性いい相性いい、うん、特になんか、うん、あの決められた規範がないから。確かにね、融通無限なとこありますよね。そう融通無限なところがある、うん、あじゃあそういう中でなんかそのエッセンシャルワーカーとか自分の体動かすような本源的な仕事をしながらそのデジタルネイチャーの力を借りてなんかクリエイティブとかの作業を楽しみながらで書いたんですよ19年にそんな本を。ですよね、うん、なんかもうちょっと期待して書いてたんですけどなんかどうやらそれっぽいなっていうのが最近分かってきて、他のシナリオがあまり見えなくなってきましたね。ああ。じゃあそこの時代も幸せに生きることは十分できるってことですね。いや幸せに感動できる、あ大体のものは感動できる、うん、感動できることが大切だ。未来館の、ね、展示に、ね、そんなのを作ったんです。 あれみたい。未来館の展示を、うん、あの作るとき200人ぐらいで作ってるわけですよ、まあうん、僕が監修兼ディレクターでね、うん、いやしかも これ 3D ウォークじゃないですか。この前未来館であの撮っててさ、ほうほうほう、あこれね計算機の自然展示ってな、うん、あの常設展があるんだけどさ、うん、でなんかこうなんか議員でかっこいいじゃん、この最適化計算で作ったやつとかさ、うん、昔からの木名貫之とかいろんなものがこう置いてあるんだけど、うん、全然この 3D マップ作るの僕が一人でいて一人でスキャンしたって言っただけだからね。これ落合さん作ったんですか、うん、だってもうこんなのも撮れば作れるじゃん今の時代って、うん、でもさそういうのってもう圧倒的じゃない。だって昔こういうのをスキャンして 3D 作るのすげえ大変だったんだけどさ、うん、それ一人で作れて、だってなクオリティ的にはもうだって十分じゃんこれで見て歩けるもんねこうやってね、まあ、俺立ってたりするけど、うん、で奥にこう展示があってここにねあの人が繰り返す計算の話っていうのがあって、はい、まあ、ここに初音ミクとかいたりするんだけどここのビデオをご紹介しようと思うんだ。ぜひ見せてください。でよいしょ、これがねこれがなかなか独特でさ、よいしょ。みんなに聞いてもらえるのも嬉しい。これ音楽家の時代ですね。これ音楽とかなんか絵画とかあのなんだろう通信とか移動とか、うん、そういうのに合わせてこうアニメーションとこれが入ってるんだけど、うん、でこの音楽のやつが一番わかりやすくて、これ三層系の後藤さんとディスカッションしながら作ったやつなんですけど、うん、でレコードが発明されて音楽が録音できるようになって、うん、で多分その時には何か抵抗もあったと思うんだけど、でもなんかしばらくすると慣れるじゃない、はい、レコード販売して家で複製して聴けるようになると、うん、なんかこれで生演奏じゃなくてお家でも音楽が楽しめるってなる、うん、音楽が聴けるって、生演奏じゃなくても感動できるって、うん、でこの後今度この辺でここですね、できたよねさっきやってたよね、うん、DJ みたいなの、うんうん、できますよね、作曲してたよねさっき、うんうん、で
そう、これは多分ね、そろそろです。なかなか聞いてもらえない。魅力的に演出。どうでもいいじゃないか。これ分かりやすいよね。多分ね、ここのこれに耐えられないと大変。あっという間にもうすでに来てるし、それが標準になるわけですよね。人の金に計算。日本って世界の流れからまだ遅れてるじゃないですか。遅れるぐらいでいいのか、もっと早く適応した方がいいんですか。遅れるぐらいでも大丈夫だと思う。大丈夫ですか。多分ね、ここの実存が突破できればハッピーな。さっきのこれ、弾いてくれる相手が人か機械なんてどうでもいいじゃないか。あ、ここさえ乗り越えられれば多分、作り手の問題は多分もうとっくに突破してると思うので、ここですね多分。そっか、さあ機械を人ともう分別しないようになれば孤独の問題とかなくなりますね。なくなるだけど人間、日本人はほら、あのロボットと相性がいい国民だから、どの SF 見てもね、人間じゃない人と暮らす話多いからね。そうですね、のび太くんの友達はロボット。ソフトウェアだけで終わる話って進化早いじゃないですか。そこにロボットってハードが入ってくるともうちょっと時間かかりますよね。いや、わかんないじゃん。かかんない。もうだってパソコンは多分ドラえもんのように喋る。CG だったらもう動く。メタバースなら大丈夫。AR ゴーグルなら平気です。したらみんなにドラえもんがいる時代にもうなる。なるんじゃない。だってこれ AR ゴーグル。これ つけたらどうなんですかこれ。え、なんか刺してあげますけど。これかけていいの？かけ、ちょっと待って、はいはい、繋ぐわ。よいしょ。なんかそう、軽くない？軽い軽い軽いでしょ？よいしょ。これ 80g なんですよ。はいはいはい。昔と違ってバッテリーをそっちに入れないって割り切りがあるから、それでさ、こうやって見るとさ、もうなんか一応浮いてるでしょ画面上。あ、浮いてる浮いてる浮いてるね。おお。でこれでこれでね、目の前に 1枚来たと思うんだけど。来ました。で空間にね、次3枚固定されるの。ちょっと待って、ね。これで、これで3枚固定されてるから左右見ると、あの一応モニターがあるんで、こっちとかにこう。ウィンドウを持っていけるはずなんだけど。あー、来てる来てる来てる。デスクトップいっぱいあるでしょ。こんなやってできるわけですね。あ、できるできるできる、それでパソコン消せるから。あー、でそれの上だったらドラえもんぐらいはひょこひょこ歩き回れるんじゃない。確かにね、体がなければ。だから身体があるかないかだったら、だってこれ4万円ですよこのゴーグル。あ、そうなんだ。あ、もう、あ、普及段階ですよね。これでずっとやってたら疲れないんですか。僕はね、これ新幹線でずっとこれ。そうなんだ。ただみんな疲れなくなりますね、進化もしていくし。慣れの問題だから。スマホの時のと同じような話ですね。同じような話ですよ。そっか。で、実存の問題を突破するし、ロボットっていう身体がなくても成り立つものは大丈夫っていう。それドラえもんと殴り合いの喧嘩はできないけどね。ただまあ大丈夫です。なんか人口減少の話とかしてるのがバカらしく思えてきますね。あ、そうそう、だからもうね、このウェーブには乗っといた方がいいっすよ。だから、あの、早く物事が過ぎ去るので、あのキャッチアップしようとせずに転がっていかないと、見失っちゃいますね、大切なことを。面白い。なんかこの人口減少でロボットとかで補うって話の時に、供給は補えるけども、ロボットとかって消費をしないんで、経済が盛り上がらないみたいに言う人いるじゃないですか、そこも消費するようになるかもしれない。なるかもしれない。ああ、そっか。稼いだ 10% を機械に払えばいいのかもしれない、消費できるように。そっか、したら需要も機械が生んでくれるかもしれない。需要を機械が生むようになったら素敵だよねって。所得の 10% は機械に人権を認めて機械に払いましょうとか言ったら、何言ってんのってなるけど、まあ終わりかもしれないみたいな。そっか、機械の人権って話出てきますね。そうそうそう、まあ、人権に付随する権利で、だからこう銀行口座ぐらいは作れるようにしようぜみたいな。この議論ってもう出てきてるんですか、機械の人権って。いや、ま、あ、ロボットの人権はよく出てる。あ、確かにな。だってね、今のなんて人権当たり前ですけど、一時期はね、ある身分の人しか人権なかったわけですもんね。いや、そうなんですよ。だからロボットに財布を渡すと結構面白いことが起こるんですけど、物を買い始めるんですよ。ロボットとかは感情とかじゃないから、別にロジックで説明すれば買ってくれたりとか、買ってくれたりするかもしれないですよね。面白い。そういう世界がいいと思う。 NFT 売買って今多分人間がやってるけど、株式ってほらもうほぼロボットがやってるじゃないですか。そうじゃなくてみたいな、まあ、最終消費って何だろうみたいな、ロボットそういうのを作り出すのは結構面白いかもしれない。あとさっきの戦争が起きるんじゃないかって話と絡めて、その戦争の中でこのデジタルネイチャー的なものとか、どう使われるんですか。人間も戦うし、機械も戦うし、ソフトウェアも戦うし、そういう世界ですか。どうでしょう、本当は誰も戦わなくていいんじゃないですか、人を殺さなくて。コンピューターゲームみたいな感じで、戦車に制圧されたらゲームエンドですよね。今日まだね、人間戦ってますよね。まあまあ、それを諦めろっていう方が無理なんじゃない。
戦車で制圧されてここはもう領地になりますって言ったら死ぬと思うけど戦いに出ちゃうのが人間なんじゃないかなと思うんだけど。そっか、だから戦争ってやっぱこの世の中から終わらないってことですね。戦争ぐらいしかやることがないとも言えるかもしれないけど、戦争が最後に日本に人間に残された、これは人間性の一つだから。そうだよね、うん、デジタルネイチャーでも歴史の終わりにはなんないってことですね。ああそうね、分かんない、どうでしょう、どっちでしょうね。そうか、自然社会になっちゃうと戦争しないから、縄文ぐらいになっちゃうんだよ雰囲気。こういうデジタルネイチャーと絡めた文明論っていうか人類の未来って誰か語ってるんですか。いや俺が次マタギドライブって本を書くんですけど。ああ、ね、サピエンス全史とかでもそこまであんまり書いてないです、ね、そう、サピエンス全史もホモデウスもねダメだったんですよ、うん、だからダメだからデジタルネイチャーは当たってるのに、うん、なんかねまあいいや2018年に書いた時に俺はこっちだと思って、うん、でもハラレとカーツワレと90度僕はずれてるわけですよ角度が、うん、人間中心に考えないからねものをね、うん、ハラリはどこがダメだったんですか。ホモデウスって人間中心に考えてたからね。そっか、人間を超えたデジタルネイチャーが出てきて違う人間が出てくるってことを想定してないってこと。そう、人間どこまで行っても人間の話を書いてるんですよハラリって、うん、歴史学者だから、うん、僕は別に人間にはあまり興味がありませんので、うん、人間の処理能力を環境が超えた時人間が追いつけないって当たり前の話じゃないですか、うん、だけどそうじゃない人たちはみんな人間を、超人に従うんですよ、うん、あとみんなイーロンマスク筆頭に宇宙にロマン持つじゃないですか、うん、宇宙ってのはどうなんですか。宇宙いいんじゃないですか、うん、特にスターリンク買った買ってないです。スターリンク買ったらいいと思いますよ。あ、だっていつでもどこでも100メガつながれば山小屋でも暮らせるなって思うじゃないですか、うんうんうん、人類残された数少ないフロンティアが宇宙でありデジタルネイチャー的なデジタル空間であり、いやでも宇宙はまあ宇宙開発していくんでしょうね多分ね。だから別に なんかそんなに比率は大きくないかも、まあ、産業はでかいけど。あ、宇宙も肉体が絡むじゃないですかやっぱ、うん、そこでなんかロマンの一つなんでしょうね、うん、まあ大航海時代の DNA が、はあ、いや面白いな。我々別に大航海時代ないですから。あ、今後何時代と言えばいいんですかね。デジタルネイチャー、デジタルネイチャー時代。あ、それねちょっと、ね、うん、答えがあるよ。ある、うん、昔オムロンの創業者の人が作ってたサイニック理論ってやつがあって、うん、あの機械化社会、自動化社会、情報化社会ってあって、うん、1970年ここだったって言ってるんですけど、はい、まず最適化社会が来て自立社会が来て自然社会が来るって言ってるんですよ、うん、つまり最適化社会で AI 社会だと思ってくる、はい、で自立社会っていうのは AI プラスなんだろうな、もっと自動化されてる社会、うん、で自然社会っていうのはそれがより持続可能になってるみたいな、うん、で最後社会が取れてデジタルネイチャーになるが僕の考え方なので、はあの社会自体が存在せずとも自然は成り立つから。今は最適化社会ですか。から自立社会の中間ぐらいになってる多分。あ、デジタルネイチャー社会に落合さんの予測ではどれぐらいの時になりますか。2040年ぐらい。あ、私生きてる間になるんだ。カーツワイルが言ってたのが2040年だったんでシンギュラリティが、うんうん、デジタルネイチャー2080年ぐらいかなと思ってたら、うん、なんかカーツワイルより十数年早くどうやら到来するらしいっていうのが最近分かってきて、なんで、あ、それだったら2040年ぐらいでもうデジタルネイチャーになっちゃいますねっていうのがあれですね。普通に60代ぐらいじゃない。18年後ですよ。まだね、まだピンピンしてそうですね。全然ピンピンしてるよ。そうだよね、うん、不老不死ってどうなるんですか。話飛ぶんですけど、死ぬ人間は死ぬけどデジタルヒューマンは残る。そういうことですね、うん、自分の写し絵みたいなものは残せる。かなり自律的に動くやつは普通に残ると思う。だって今でさえ僕デジタルヒューマンになってんだから。デジタル落合は生き残るんだ。デジタル落合はデータ消さない限りずっといるよ。うざいかもしれないけど、みんな自分の分身をやっぱデジタルで作る時代になります。いや絶対ない。あれかもう全然全然すぐなる。すぐ。そっか、本当にすぐなる本当に。みんな自分のアバターを持つようになりますもんね。ですよね。デジタルヒューマンになる。ずっとその人と一緒にいるような気持ちになれるわけだ、うん、だから実存上は死がない。自分以外の人はみんな死なない。そうか、気持ち悪いねちょっとね。気持ち悪い。非常に気持ち悪いんだけど、うん、ただなんかチャットぐらいの相手はしてくれると思いますよ死んでも。まだ無理だけど、でもあと10年ちょいだと思います。それは生きてる人が死者のことを死んだと感じないだけで本人は死にますもんね当然ながら、ええ、そこの心理は変わんないですねと思いたい。あ、うん、だから人間は自分の死を知覚できないからね。死んだらどうなると思います、うん、まあ死ぬこと自体が分からなくなるから多分正解だと思う。あ、自分自身も、うん、死ぬこと自体が分からなくなるっていうのが本質的な死だと思うんだけど、でも麻酔打ってるあの時に近いんじゃないですか。全身麻酔したことあります。あります。あのなんかフッてハッてなるじゃないですか、うん、あのフンの瞬間が死なんじゃないかと思うんだけど、まあ、痛みとかもなくなって普通にプワーッと死んでいくと、で起きる瞬間が1秒ぐらいに出てくるじゃないですか、うんうんうん、で起きないって。
そうか、ずっと夢見てる感じだといいですけどね、時間がゆっくりなって、はい、大恋愛時代も来るんですね。恋愛時代は来る、うん、でもだからみんな浮気とか不倫とか言ってる場合じゃなくなる。そうか、週刊文春とかいらなくなる、やることがそれしかない週刊文春とか言ってたらしょうがないと、うん、しょうがない、そういうことですね。倫理が変わってくるわけですね。だって不倫とか言ってたらなんかデジタルネイチャーの時代に、うん、なんか人類って何だったっけみたいなところなんじゃない。そっか、ほら法律もよく変わってるから何が問題なのかをみんな話し合ってりゃいいんじゃない、セックスに関しては。そっか、そういうものも全部かね、だってなんか特定のパートナーが何人かいる人とかいても別にいいじゃないですか、うん、それぞれ個人の自由の問題なんで、うん、みんなが話し合ってりゃいいわけでしょ。だってだから日本人だけだよね、むしろあれってあの倫理観は。ああ、まあちょっと最近強くなってますよね、うん、でもまああれはあれでいいんじゃないですか。なんか知的な問題を週刊文春なんて全部機械で書けますよ、うん、機械がね、うん、あそっか、いろんなとこでもカメラとかもあったりしたらね、うん、全部ね、むしろ劇写もできますよね。逆週刊文春書くのを YouTuber が始められるレベルに楽になってってると思うよ今。はあ、週刊文春 AI みたいな、週刊文春の人たちを全員つけ回して逆に文芸春秋社の前でなんか YouTuber15 人ぐらいで貼ってて、あのやればなんか1週間ぐらいで全部何やったか事細かに探偵するのができる時代だよ。もうあしたら別に中国みたいな監視社会じゃなくて も, もうそういうのはできちゃう、か物が軽いから。あ本当に別にそれでそういうのあることないこと写真付きに適当に書く AI とか全然作れるしね。そうね、怖えな。けどちょっと最後に聞きたいんですけど、その中で、まあ、私メディアとか言ってるんですけど、メディアの役割って残るんですか。なんか意義ってどこにあります、まあ、いろんなフェイクとか溢れる中で信じれるものとかある程度作るってことですかね、うん、あ宗教性は高いよね。だから宗教性高い、そっか、なんかやっぱ思想は打ち出した方がいいってことね。宗教か DJ かどっちかじゃない、宗教か DJ か政治組織かぐらいしかメディアの役割はないかもね。あそしたら中立性ってもうおかしくなるかもしれないですね。あ中立性は多分あんまないね、もうね。あ中立は中立であるというあの神話だもんね、政治性だから。そっか、中立性っていうのはなんか理性的な保守のことを言うんだと思う。あけど中立性っていう意味では機械が一番中立かもしれないですもんね、うん、あそこに取られる中立であるっていうこと態度それそのものが、保守的です。あそっかそっか、ああ一歩引くってことだから。うんそっか、まあもともとメディアって政治家政治集団とかと一緒にできてますもんね、うん、ただそれっていうと保守勢力にメディアがなることは極めて少ないですね、うん、だからそれってだから国営放送化するってことなのかもしれないです。 ある程度保守にしちゃうとだからあんまり良くないのかもしれない、ね、一方の局は NHK 的なものであり、あそうそう、もう一方は NHK って言おうと思ったんだけど、あ、まあ、そう NHK なんですよ。要は NHK って保守的に見えないですか。見えますね、うん、で、うん、あれって別に中立じゃないですか報道スタイルは、うん、でも報道スタイルを中立にするってことは保守になるんですよ、うんうんうん、あの態度を表明しないから。雑誌って結構なんかコンセプトとか打ち出してきたじゃないですか、うん、もっと雑誌的になるのかもしれないですね。それをもっと色濃くしたような感じ、まあね、ある種コミュニティ宗教っぽいけどね、フォックスニュースみたいな、うん、まあまあそうするとだからあれが強まる、政治色強まるよ。そっか、うん、でもまあフォックスだけが唯一トランプのことが当たってるみたいな、そういうことね、うん、いやよくわかりました、うん、ちょっと落合さんのデジタルネイチャー講義もっと聞きたいですね、まあ、無限に話せるよ。もういや普段こんなことばっかり考えてやってんだから、これをいろんな切り口からやっていくと面白いなと。デジタルネイチャーの話なんて、だって公園に行けば喋るけどさ、うん、メディアって僕聞き役だから僕の話僕しないでしょ。最近そうなんですよ、もっと話した方がいいですよ、うん、僕が、うん、いやもうだから喋る無限に話せるけど、うん、話ついてこれないんだもん相手。あ、まあ、ついてこれなくても面白いと思うんですよ。私も今日ついてこれてないんですけど、質問を通じて 今ぐらいの尺があればさ喋、うん、るけど、うん、でもゲストで30分呼んでて、僕だって喋るの60分は軽くかかるじゃない、はいはい、今考えてるスライド1枚説明するだけで60分かかってるんですよ。早口でもこんだけかかるわけだもんね。そうそう、うん、まあ大学の講義だよね。だからそうね、ちょっとそれもっといっぱい聞きたいなと今日改めて思いました。大学の先生ですから週4コマ6コマやってるんですよ授業。やってんですね、講義ね、うん、ちょっと生落合さん、落合さんが本気出したところをなんか見れてよかったなと。久しぶりね、いい感じです、ね、思いました、はい、落合さん今日ありがとうございました、はいはい、どうもありがとうございました。どうも今日は落合節がもう大全開でしたね。やっぱ落合さんはデジタルネイチャーの話とか自分の専門に近いところとか対極的な話をするときにやっぱ落合さんの良さが一番生きるなと思いました。ちょっと皆さん分かりにくい部分もあったかもしれませんけれども、何回も見ていただくとですね、きっと落合さんが描くデジタルネイチャーの未来がよりよく理解できるんじゃないかと思います。ちょっと私もまだ理解できてないところがあるので、より深くデジタルネイチャーについて学ぶような企画もなんかぜひしてみたいなと今日改めて思いました。
ということで、ビジネスディープインタビュー9クエスチョンズ、次回もお楽しみに。